皆様、本日はクリスマス聖なる夜ということでいかがお過ごしでしょうか。家族や恋人とデート、また気になる意中の方とのデート、そんな素敵な日になればいいなと心の底から思っております。ただ一つだけ言わせてほしい。恋人や気になる意中とデートするそこのあなた、またはする予定の方、おいふざけんなよ。どうもピアキングです。今日はこのコースやってきます。ジゴーストオブクリスマスシューピッド、つまらないクリスマスの幽霊ということでしょうか。まあこのコースはね、知ってる方は知ってる通り、人をバカにする天才スティーボさんが作ったコースなんですよ。この壁が作ったコースなら、このつまらないクリスマスも楽しさに変えてくれるでしょう。何言ってんださっきから。それじゃあやっていこうか。クリアリスは 0.38%。まあ今日はね、テンション低めです。なぜならクリスマスに向けてこんな動画を一人で撮っているからですよ。僕だってね、パーティーしたいのよ。 CM に出そうな男女がたくさんいてさ、クラッカー持ってメリークリスマスみたいな、そんなパーティーがしたいのよ。それがなんだ、一人でトロールコースやるって、ただの殺し罰じゃねえか。これはなんだ、雪だな。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。一人で雪だるまでも作れてから、そんな寂しい夜を過ごさせんの。開幕超テレーサー。まあまあ優しいね。寂しい僕のところにたくさんのテレサちゃんが来てくれたのかな。うん、ありがとう。でもそんな求めてねえから。僕はね、もうクリスマス一人で過ごすって決めてんだから。聖なる夜じゃないんだよ、聖を奪ってんだよお前らは。こうなったらね、クリスマスの悪いとこ全部あげていくわ。恋人同士がいない人にとっちゃただの映りますなんだよこっちは。ちょっと待て、右のスネークブロックはなんだ、5人いるのか。へい、そこの5人の彼女、僕とクリスマスパーティーでもしないかい。貴様ら、考え方を改めた方がいいかもしんない。この動画を見てるみんなとクリスマスパーティーをしてるって思えばいいんだ。そうだそうだ、それでいこう。これはなんだ、5人か。シャイン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 。今のシャインシャインの意味分かったかな。クリスマスのベルを表現したつもりなんだけど。じゃあこのハテナブロックはなんだ。お、帰る、え、帰りなんて取れないよ。あ、下のガーチャー。このハテナブロックを出すことに意味があるかもしれない。一旦この魚を避けておこうか。そうしたらカエルが取れるとか、そんなんなんじゃないの。あれ、魚出てこないよ。カエル仕事せえよちゃんと。じゃあ下に行きます。おやいやいやいや。メリークリスマス。いや、この方のおかげでいいクリスマスが過ごせそうだわ。めちゃめちゃおもろいね。で、これ取れる。たまにコメントとかで言われるんですよ、ピオキングさん彼女作らないんですかみたいな。まあ僕作る気ないから。それで作れないやつの言い訳だよな。あー、この土管何も出ないのね。じゃあ進んでいこう。敵に何か出てくると思ったけど。さあここは暗闇。え、ピンコインコス、これもしかして鍵ドアあるってことは。じゃあ右上のドアしかない。左上は、左上も土管はないか。じゃあこっちのドアから入っていこうか。うわ、あの矢印もすげえ気になるけど、ここは何。今度東京でオフ会するんだけど、彼氏と彼女いない人限定にしようかな。最低。あ、こんなところに鍵あるんだ。でこれさ、オフ変わるんじゃない。で下に落とされるみたいな。いや絶対そうだよな。だからジャンプしていく。出せー。怖いよ兄さん。僕はね、まだオバキュームを持ってないんだ。ここはどんなマンションだい。あの鍵扉にすぐに入っていっていいのかい。兄さん、僕は暗闇を克服したよ。見ててくれ、今から僕の勇姿を。さあこの扉に入って明るみを見せてくれ。さあ兄さん、会えるのかい。兄さん、まだ暗闇が続いてるよ。兄さん、土管には入れない。ここは隠しブロックがありそう、ありそうだけどない。じゃあ僕はこのパワーブロックの上に行って。何もしないよ。このパワーブロックって光ってるから安心なんだよ。まだ光ってるものは何もないのかい。オンオフをする前に土管にも入れない。じゃあオンオフをしてこっちの土管の。そういや最近さ、ピオキングの動画って全然実況じゃないんだよなって来たんだよね。それは褒め言葉として受け取っておくぜ。ここはオンオフした瞬間にジャンプしておける。何か足場があんだ。この足場を利用して右の土管に行けと。上は上は何もない。さあ次の場所に行こう。そろそろ中間ポイント会ってくれてもいいよ。なになになに。え、なにこれ。あ、ジャンプしたら左に落ちるってことか。じゃあ右を進化してジャンプ。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。そんなところに土管だって隠さないくれよ。どんどん待て、僕はオバキュームを持っているぞ。てめえなんか吸っちゃうんだからな。リカは無理だって。この方のコースマジおもろくない。仕掛けがねめっちゃおもろいんだよな。いや、こっち来るか、さから。よし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 。で上は、上は何もない。でイカ踏んでいいのか。イカ踏まないと先に進めないもんな。ここで右押しっぱいい。あ、あ、あ、
ちょっと大丈夫、ここでジャーン。もうゴリ押しで言ってるような気がする。うわー、ここはカエル持たないといけないのか。普通のジャンプじゃ届かないもんな、上に。じゃあここで何もしない、いや一旦逃げておこう。そしてこのカエルだけは取っていきますな。あのファイヤーだけは動きは取りませんよ、なかなかいい調子で。そしてここでチビニの中間が見えたぞ。あの中間取れる、いやいける。うわ、ここ下見えねえな。一旦何もしないでおこうか。なんだお前、ここは左押し一発で降ります。雪玉を出させない、いや出させた方がいいのか。一旦出させてジャンプしてみようか。そうするとあの雪玉は何もしないのか。これ普通に上がらせてくれると思う。もう行くしかないボタン。いや違うんだって、逆にすごくないか、あの隙間をくぐっていくってさ。じゃあ今度こそしっかり踏んでいきたいと思いますよ。下がろー、待ってろ、中間ポイント、次こそ取ってみせるからだ。ここからジャンプすれば大丈夫。よっはっはは、おいおい待ってくれよ、ここ中間戻しあんじゃん、上の土管からさ、ここに落ちてくるパターンのやつ。もうやめてくれって、中間戻し好きですみたいなわけわかんないね白砂さんがいるんですけど、これは叩いてみようか。叩いて右ダッシュ、それで問題ない。あでもいいもんね、中間取ってるもんね。さあ中間からですよ、クリスマスパーティー会場までもう少しですよ。どこだよクリスマスパーティー会場って、自分の世界を作るな。じゃあこれは叩いたらいけないってことだったな。 あそこパンクロックの石上じゃあるじゃん、だから右まで行けみたいな。バケちゃん理解して、ジャンプして左で、キャッチブロックはないね。じゃあここはジャンプして進んでいく。なんだあの壁いく。そしてここは、なんか出てきたけど、そんくらいは全然避けれますよと。そしてここオンオフがあるけど、嫌な予感がする。どうしよう、叩いて左に行こうか。叩いて左にジャンプしよう。こういう風にな。あそのあっていうのやめろ。ほんとよくできたトロールコースだぜ。じゃあオンオフをします。でノコノコを投げて鍵をゲット。でいやでブロックが先か。やるじゃないの、そういう謎解き要素も持ってくるんだね。じゃあここのブロックを壊してすぐ左に行ってあの鍵を取る。それで待って、あどうもピアキングです。いつも実況してない私ですけど、チャンネル登録よろしくお願いします。するわけねえだろ、誰が。あ面白いでこの人、チャンネル登録しようってなるんだよ。このカメのコラボ持ってったけどいい、ここでパワーブロック発動。いやこれよかったんじゃない。そしてこのまま下に行こうか。あ下ちゃんと床見えるね、優しい優しい。何が出てきたな、なんだお前ら。こいつらどうにかして倒せないかな。左上から滑っていこうか、こういうふうに。いや、いやだった。ここから滑っていくから風になってる、ベビー。早く行けば問題ない。このメットたちが出てくるより早く行こう。上のブロックもすごく気になるけど、あそこは叩かないで問題ないでしょう。さあ、今度も暗闇か。あそこにツタがあるのが見える。キャッチブロックだけ注意だ。ここ。やめてください。確かこの下床あったよな。アップだ。で、こっから魚を一旦出させてよ。そもそもよ、魚を出す必要があるのかって話ですよ。ここに足場があるとか見える。で上と下どっち行く。僕は下を行くね。ほらほら合ってんじゃない。でこれはメット、でこのメットかぶってこの上に行きますみたいな。はだー、上から行けばいいのかい。このメットだけは回収しておこうか。このメットを持って上から行く。下から行ったらダメだったもんな。これは何。何もない。これ投げろってこと。いや違うよね。じゃあこのメット取ります。あ、わかった、これ貫通していくんじゃない。意味わからんって。わかんねえな。このメット持つ、下からちょっとだけ叩くみたいな。あ、これでわかったのか。はいはい、でメットかぶったままでいい。これ当たらなくちゃいけないとかそんなんなんじゃない。うわ絶対あん中入れられるって。回避するよ、絶対に回避してみせる。あああああああめちゃめちゃ悔しい。お前ら出過ぎなんだよ、この落ち武者が。ボッチバスなんかね、忘れてしまうぐらいめちゃめちゃ面白いね、本当にこのコースターや。じゃあ扉が見えるね、この扉入っていきましょうって。さあ次はまた暗闇か。でも中間が見えるよ、ゆっくり行こうか。ジャンプジャンプ、こいつはなんだ、叩いていいのか。叩いたらここに何か出てくるよ。ここ分かってんだ、そんくらい。ほらほら、いやこいつ、うわ、追っかけてくるパターンか。でもさ、これゆっくり行けば間に合うんじゃない。いけるか。
なんかマックみたいじゃなかった今。取らせろ、中華を取らせろ。魚が降ってくることは分かってんだ。この恋の場所がこういうところにいたすぐになる。そしてこの派手なブロック、叩いたら何やってくる。僕だ。あっあっあっ、やった。さあ行こうか。はい、どうもこんにちは。この上の伝は何なんだい。こっちから行け。いやいやいや、まだ僕は上には行ってないよ。危ないね。さあこっち側から進もうか。でオンオフをします。そしてこの扉に入れっていうことなんじゃないですか。いや、いい調子だね。でこれはパンブロック持つ。上には行けそうにない。じゃあパンブロックを持ってこのブラパを倒すしかないよな。なんだいその出方は。じゃあ記録を持って倒すと。いや、めちゃめちゃ調子いいな。ここは入れない。ドスンが待ち構えてるのが見えるよ。ここ走っていかなきゃいけないじゃない。そうだろ。何か変わってるかもしれない。気をつけた方がいい。今度は右から行けなくなってるみたいだ。そういうことはないみたいだ。やるな、さっきと違うやんか。ではでは、中間ポイントも取ったし、久しぶりに大声上げたら即終了やっていこうじゃないか。次は上から行ってみよう。ブラパは偉大だ。なんだお前。次は下からだ。ただしさっきと違うっていうことは分かってる。一旦上に逃げてみようか。何か降ってきたと思ったら鉄球か。なるほど、ここでオンオフを変えて扉に入っていけと。これでもう満体だ。でここからは何も変わってないと思いますよ。これで記録を取っていく。でここ走っちゃいけないっていうのは分かった。一旦止まっておこう。ここら辺で止まっておけば大丈夫さ。そして石エッジをかわして進む。土管は多分全ての土管に入れないでしょう。この上も入れないということは分かった。さあこの P スイッチ押す以外にない。押してどうする。一旦左に行こうか。土管だけ確かめておこう。この左すごく怪しくないか。僕は P スイッチを踏んで左にジャンプしていくさ。これが正解なんだろ。違うよ。みんな一つ分かったことがある。この実況すごく楽だ。あめちゃめちゃビビって大声上げちまったじゃねえか。え、なんでさっき石エッジこっち来たの。一旦下に落としておいてピースエッジを踏めってことかな。いや、あの音符がさ、石エッジをこっちに持ってきてたんだ。いや、どっち行く。いや、土管は入れないじゃん。上に行くしかない。どんどん上行っちゃっていいの。これは下からパンをポンするのか。する以外にないで。した瞬間僕はすぐ右に逃げるよ。大丈夫。でこれは置けばいいのね。置いて、なんでパンを落として逃げます。これでどうなるか。オンオフが変わって先に進めるっちゅう感じか。さあゴールだ。いや、まだないよな。多分ね、ここの場面が終わったらゴールだと思うよ。この50コインはなんだ、取っていいのか。あ、なんか降りれないね。多分ギリギリ降りれない設計だ。じゃあここは叩いて、このキルコ様来るのかい。たぶん、取らせて。キルコ様、お前降りてこい。裏側から。多分ね、この扉の先にゴールがあると思うんだよね。上に隠しブロックはない。じゃあハテナを叩いてここで待っておこうか。バーガー、今出てきたバネ持っていかなくちゃいけないんじゃないと考察しておこう。だからこのハテナを叩いて今日のクリスマスバネを持っていこうじゃないか。さらには花も持っていく。これで告白の準備万端だね。いや、このバネであなたをいつも跳ね返しますみたいな。エレル、やめてくれよそんな告白。さあここでバネやっぱいるって書いてるね。でゴールも見えた。普通にゴールさせてくれんかな。いや、怖いのがさ、まだ中間ポイント戻しがないんだよな。うわ、ちょっと待って、これ地じゃないといけないみたいな。うめえ。くっそ、いやどうしよう。これさ、中間ポイント戻しだろ絶対に。いや、それだけはやめて。ブラパ出てきた。いや、どうしよう、先進む。いや、どうしよう、やられてもいいんだけど先進んでみたいところもあるよな。じゃあここでブラパを倒します。で、これは何。オープン。何もないじゃねえか。これさ、右に土管があるじゃん。あそこが絶対中間戻しだと思うな。で、この土管に入ってさっきは右行き過ぎたけど、このブラパに乗って戻ればいいんじゃない。いや、これで普通にゴールさせてくれる。絶対中間戻しなきゃ。来たかない。え、なんか草消えてる。どうすりゃいいんだよ、こっから。左に戻ればいいのか。え、もう一回戻ってみようか。そしたらなんか変わってるかもしんない。で、すぐ右に行きま。あ、いや、マジでわかんないんだよね、ここ。一旦土管入る。そしてもう戻る以外にないんだよな。ちょっと右まで行ってみようか。で、このパウだけ発動してみるわ。パウをギリギリで発動してみて、あ、このパウを持っていけばいいんじゃない。いやー、なるほどね、そういうことか。そしてこっからどうするかなんだよな、問題が。上のツタに捕まれそうにはないね。じゃあ
北海戻って下に行けっちゅうことなんじゃない？いや絶対そうだと思うよ。さっきはやられてしまったけど、これで下に行けますわ。よし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 、いい感じだ。右は何もない。もうゴールさせてくれって。もう散らしやがって。さあ、ここはキノコいるって書いてるけど、キノコは持ってこれません。絶対この状態じゃ。よし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 ビビらせやがって。じゃあこっからジャンプしていこうか。ガーあなになに、この頼むって。僕はどこに行けばいいの。このピンスイッチが鳴り止むのを待っておくだけ。いや待て待て、これ鳴り止まないパターンだ。ほら左上見て、ピンスイッチ鳴ってるでしょ。で戻れない。どうしたらいいのこれ。あ、こういう身体球か。なるほど、カエルを避けてこの青メットに当たるっていう身体球。もうめんどくせえそんなめんどくせえことさせんだって。じゃあ一旦さ、ここの砲台を出させないようにしてすぐ下に行こうか。で、またいてる。じゃあいや待って、ガチで集中させて。ここ俺さ、カエルが上に行った時にこの青トゲメットに当たればいいんじゃない。いいタイミングあるはず。ここ、これを繰り返せばいいんだ。はいはい、なるほどね。もう分かっちまえば簡単だよ。さああと1回、あと1回当たれば僕は簡単にやられることができるんだ。いやちょっと待ってよ、タイミングがねえな。こっか、よっしゃー、知りたい救命士を舐めるぞ。ってことはさ、今日中間ポイント戻しないのか。もう絶対次でゴールできると思うよ。ここら辺に勝ちブロックあったよね。ここまでだだ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 だよしさあゴールのお時間ですよ。よっしゃいやこの方は本当マジで天才だわ。めちゃめちゃ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、捕まれたら終わりで。でサムネを見たらブランコが一つあって、その下に上り坂があるだけなんですよ。だからあのブランコに捕まらないようにしろっていうコースだね。でもこれさ、ゴール条件があるのよ。僕の予想は一回地面から離れたら着地しないでゴールだと思うね。そうじゃなかったら捕まれてもいいもんな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.81%。 ただジャンプしないでどうやってブランコをかわせっていう話だよな。やっぱりゴール条件は一回地面から離れたら着地しないでゴール。さあならどうしようか。このブランコをね、ジャンプしないでくぐり抜けれる方法がマジで分かんないんだよな。ダバダじゃないんだよ。とりあえず走っていってみようか。走ってくぐり抜けれるか。ダバダじゃねえっつってんだろ。ならちょんちょんだ、ちょんちょんで行ってみよう。この辺捕まるか捕まらないギリギリのところでちょんちょんで行ってみる。ちょん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 、あー、いや待てよ、実は捕まってもいいんじゃない。捕まった瞬間に降りてみようか。そしたらジャンプ判定がないかもしれない。このワンナップがヒントになってるとかかな。ワンナップを取った瞬間ちょっとだけブランコ揺れるじゃん。でその揺れた瞬間にくぐっていくみたいな。ちょっとそれでやってみようか。いやこれでいけるとは思えねえんだけどな。まあタイミングは見えかなって。このタイミング、お前ディフェンス優秀すぎんだろ。もうちょっと辛抱よく待ってみようか。意外と遅めでもいいよ。多分この辺ぐらいだ。絶対やってるって。これ以外にやり方ないと思うよ。ただタイミングが結構難しいんだよな。やったいや今回も面白い一発マリオだったね。こんなやり方があるんだって思いましたよ。とても楽しい一発マリオありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。